東京で25人、ボード失礼します。東京では25人の新規感染者数が発表されました先週36人でしたから先週から11人減ったということになります。 会場後1ヶ月経って低い水準を依然として保っているということになりますね東京都の担当者は基本的な感染対策が根付いていることも大きいのではないかとこの低い水準については話しています今、新しい情報を書き込んだ詳細のボードが届きましたこちらでも確認していきましょうこちらは先ほどお伝えしました今日の新規感染者数は25人という発表がありました。 直近7日間の平均は前の週に比べて72.8%となっていますそして重症者の人数ですその下ですねはいそちらです、えー、14人今日の発表は14人6日間連続で14人ということで横ばいの状態ですただし同じ人なのかどうかは分かっていません亡くなられた方の発表は3人昨日は1人でしたが今日の発表は3人ということになりました 最後にワクチンの接種状況です。え七十二点五パーセントの方が二回の接種を完了しています。えこちらは昨日のデータでありまして、今日は祝日ということで、官邸からのデータの更新はありませんでした。ゼイちゃん。十月から新たに生まれ変わるスーパージチャンネル。私たちがお伝えします。